2001年のフフ知る地震としても知られる2001年の混乱ンン地震は10日日が経った山岳地帯の青海省と新疆ウイグル自治区の間の境界線に隣接するフ不知る近くに震王があり2001年11月14日協定世界時9時26分に発生したマグニチュード 7.8MW で50年間で中華人民共和国最大の地震であった 死傷者は報告されず、おそらく人口密度が非常に低く構想の建物が少ないためであろう。この地震はこれまでに地上で記録された4 5 0トルという最長の地表の破裂に関連がある。混乱ンン断層はユーラシアプレートに関係するチベット高原の東側の移動に適合する主要な左側の断層構造の一つである。この移動は インドプレートとユーラシアプレートの間の衝突に関連する不明瞭な地殻地帯の横向きの拡大によるコンロン断層の位置を示すチベット高原周辺の主要な断層地帯地震の破裂はブカダバンボン地域のコンロン断層の生誕の関連する断層部分で始まった破裂はコンロン断層の主要部から周辺部を通じて東に広まった 主な破裂から 60km にわたって観測される重要な断層とともに地震と同程度に変形した地域は非常に広範囲にわたっている。この変形は2箇所で起きている。地震前の特徴と地形学的特徴はこの地震が引き金になった変異がすでに存在する断層で起きたことを示している。地震と同程度の地表の破裂はそれまでに観測された地震と 同程度の地表の破裂の最大地域となる 400km に拡大した。電波速度の分析では、破裂が元々の階層沿いに標準的な速度で伝わったが、拡張後は S 波の速度は増し、電波が止まるまでその速度を維持したことを示している。この地震は、混乱地震をスーパーシア地震の記録された最高の例にしている。 非常に広大な地震に匹敵する変形地域がスーパーシア破裂電波の直接的な結果であることが示唆されている。離れた地域であるために、ほとんどの損害報告は、信号から数百キロ離れた地域から届いた。最も近い人口集中地ゴルムド市は、深刻な振動があったが壊れた建物はなかったと報告した。製造鉄道と青海省。 チベット自治区高速道路の建設現場で損害があったとの報告が一部あった。ありがとうございます。